ウィスパーかっこいい。ウィスパーって何ですか。ウィスパーかっこいいな。ウィスパーかっこいいな。ウィスパーって何。いや、もうそういうウィスパーやな、ね、ささやき声のウィスパーじゃなくて、妖怪ウォッチのウィスパーじゃなくて、妖怪のせいなのね。そうなのね。妖怪ウォッチも終わりましたよね。始まったこと知らんかった。始まったことは知っとったよ。いや、何、妖怪ウォッチって始まっとったと、うん、知らんかった。あれ大牟田の人らしいよ、作者。そうだ、そうよ。だけ、ね、だけ妖怪出るけん出られんけんってギリ博多弁っぽいやん。確かに。やろ、妖怪出るけん出られんけん。じゃあ筑豊の人やったって考えるとゾッとするね。妖怪出るちゃ出られんちゃそう、そう、広島の人やったら出るけーのーって妖怪出るけーのーって大牟田でよかった。大牟田でよかった、うん、妖怪出るけん出られんけん。ちょっとなまりしすごかった、うん、出るけーのーってなる、うん、危なかった、うん、わ、おならしたけど癖臭くね。バリおなら今シュッて出ないプシュッ、シュッておならの方が臭いよ、ね、いや、わかる。うわ、バリ臭っ。臭っ。いや、みんなが食い、あの、食えん、食って飯食えって言うけめちゃめちゃ食いよったらめっちゃ臭いおなら出るようになった。ちょ、飯食いにいかん、腹減った。いや、今食った俺しね。何食っていいよ。食いに行こうかな。中うか。いや、これ俺マジ、あとメンバーにもマジ言いたい、うん、あのね、もう健康に良くない食い物やめり。コンビニ弁当のサンドイッチとかおにぎりとか、社長食いようやとか、あとカップラーメンとか。いや俺マジで食わん普段。食うよ。いや、みんなが食いようときに横から一緒に、もう俺メンバー通るとき以外食わんもん、絶対コンビニ弁当なんで。あとマックとかケンタッキーとかばっかやったな、あのタイのとき。あ、じゃあマルはおらんかったわ、あのときは。福岡でもモス食いようって。いやいや、まああれしか空いてなかったもん、目の前に。ラーメンの、いやでもモスはギリ体にいいとよ。確か添加物とか使ってないけん。とりあえずコンビニ弁当とかカップラーメンとか、これ食った時分かるもん、うんこの固まり方とかお腹の調子で、うん、あ、これって本当に体に良くないなって思う食い物。でもそればっか食いよったらそれがノーマルやって気づかんじゃん。何人かだけん、あ、約束から、2023年は健康にいいもん。社長はもう30やけん気遣いるから。俺らは26やろ。大丈夫。いや、違う違う、そろそろ気遣い始めり。いやいや、食うなとは言わんけど主食はやめり。社長は何なんですか。いやだけど、もうお前こういうのが主食やん、わかる。こういうのって1週間に 1,2 回時間がないときに適当に食うもんなんよ。いや、ちなみに俺家では自炊よ。あ、本当に、うん、野菜とか食いよ。食うよ。何の野菜や、言ってみろ。もやしは野菜じゃねえぞあんなん栄養ねえんだから。いやいや、サニーレタスとか水菜とかいっぱい食いますよ。あ、じゃあいいや。あ、なんだ、じゃあいいよ。じゃあ許す、はい、家では自炊です。うん、添加物の取りすぎは良くないですって書いてある。そう。社長はじゃあ普段何食ってんすか。俺最近、はい、フォー、ベトナム料理のフォー。マジ体にジーキなんか食うよ、うん、やっぱ俺スープとか麺とか好きなわけよ、うん、でもラーメンって食うと体に良くないし、汁まで飲み干そうもんならもうあの脳天ぶち割れるぐらい塩分取るやん。じゃあ食わないんすかラーメン。いや昨日食った。いや別に1週間に 1,2 回ならええねん。ラーメンは1週間に 1,2 回なんすか。そうそう。いやでもフォーはそのスープ全部飲んでも大丈夫体に。あと野菜とかして。でも毎日フォーじゃないでしょ。うん、いやいや、そうよ。昨日週一でしょ。昨日はしずるの焼肉食って、はい、あれ五穀米、あの白ご飯と、でも一番ダメなのは白ご飯と安いパンやけ。安い米と安いパンは本当に体に悪い。うつの原因のほとんどそれやけ。うつとかメンヘラとかおるやん、女うえみたいな。ああいうやつに限ってコンビニのさ菓子パンとか好きやん。そう、そうやけ、マジで聞いたことない。いや本当に、あ、安いコンビニのパンとか白ご飯とかばっか食いよったらメンヘラになるっちゃう。いや、なるけ、によるって、なるけん、マジで。いやいやいや、ちゃ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 、人によるやろ、さすがに。そればっかりはちゃちゃちゃ、人によらんけん。食い物が体に及ぼす影響は人によらんけん。だってむっちゃお金持ちのお嬢様でもメンヘラはおるやろ。いやいや、おるけど、メンヘラの原因の半分ぐらいは食生活だよっていうのは事実やけん。そうだ、アメリカのあれ出とうし、これだってカフェインとって目覚めるやん。人による、よらんやん。野菜食って健康、あの牛乳飲んでカルシウム取れる、これ人によらんやん、やろ。でカルシウム取ったらイライラが収まる、こういう話やん。イライラする食い物食ったらイライラするもん、本当に。まあまあ、そうだけん、メンヘラの原因が食い物の可能性が半分ぐらい占めとるのは事実。でも治らん人もおるよ、もちろん。食い物、食生活の話だけんって、はい、ほら、でしょ、親が自殺してすごい悲しいみたいな、そういう人はもう食生活なんかじゃ治らん。しゃあない。そう、
けど心の傷、あなたのね、メンヘラとか鬱とかもしかしたら食い物が原因かもしれんけん、ちょっと直してみて。やばいよフミヤ、はい、社長が食生活にまで口出してきたよ。そりゃそうよ、やばいよ。俺今食生活じじいやけ、意味わからんことで食べよう。生活はでも大事です。そうそう、健康的やけ。いや本当にでもこれみんな言うけ、あ、マルクの食生活言う。いやこいつがもうこういうチェーン店の安いゴミみたいな食い物しか食わんけ。社長帰ってきて一発目松屋やってん。いやいや、あ、松屋しか空いてなかったの。嘘つか。あと太れ太れうるさいけ、一番太りそうな食い物食ったね。ね、そこでみんなが太れ太れって言って、いやシーザーサラダ食いますとか言ったらさ、いや太らんやんってなるやん。いや普通に太ろうと思うと、シーザーサラダ、いや俺これもう一回シーザーサラダ、今日朝起きて体重が58キロでびっくりして、よし太ろうと思って太る食いも考えたって、もう全部体に不健康なもん。社長体に不健康なものがうまいって言いよってやん。いやいや、この前まで、いやそうよ、ギトギトの油がうめえって言いよってやん。そうよ、マヨネーズがうめえって言いよってやん。いやだけん週1なんよそれは。それ毎日食ったらダメなんよ。やばいですね、そんなの社長じゃない。ちょちょちょ、毎日、いやいや俺毎日食ってねえけん、そもそもマヨネーズダクダクやって。マヨネーズは体にいいけん、一緒に住んどる時マヨネーズは体にいいけん。マヨネーズかけてないものが、いや違う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 。はぁ、ちょっと待ってお前ね、白ご飯とかパンは体に悪いけど、マヨネーズは体にいいけん。30になった途端なんかそのうわとか、いやそうよ、人の食生活に、いやそうよ、マヨネーズしかかけてなかったよ、唐揚げにマヨやったよ。いやいや、お前らみたいに毎日毎日メックメックメックとか言わんけん。社長はラーメンとか、いやラーメンをたまに食うやん。嘘つけ、毎日やねえよ。嘘つけ、事務所の人はラーメン屋やねんか。事務所の人はラーメン屋やねん。いやそうなんよ、しかも中の下なんよ、マジで。うん、けど食うんよ。なんやろね、あれなんだやろね。昨日何食ったんすか。昨日は焼肉弁当2個や。うん、え、その前は、その前は昨日買ってきたっけ。昨日買ってきた、厚焼くって、ああ焼き鳥2個食って、そんな感じで、今日朝起きて、あれバナナなめっちゃめっちゃ辛い。そば体にいい。いやいや、ルチンが豊富に含まれてる。ルチンはもう本当に、その別にだって含まれてるでしょ、別にいいものは。ラーメンだって野菜ラーメン食えばいい。